このね、どうもリュウジのお姉さん、リュウジです。今回はですね、これ見てください皆さん、ジャックダニエルの祭り、大型のこのジャックですね。あまりにもこれは美味しそうに飲むから、送っていただいたんですけども、今回ですね、このジャックダニエルをね、料理に使っていきたいなと。ジャックダニエルでね、お肉に合うのせ、それはなんでかっていうと、やっぱりね、ジャックダニエルってすごく香りが高いので、パンチの強いものが合うんですね。でソースにもなるし、漬け込めば肉がやるくらいし、もうね、ほぼ万能調味料。こんなにジャックダニエルを使うのはね、料理研究家の中でも僕が一番多いんじゃないかなと自負しておりますけども、このジャックダニエルの最大限に活用したステーキでございます。ステーキとね、お酒の組み合わせって僕結構やるんですけども、ジャックダニエルね、すごくこの香りを生かした、皆さん聞いたことあるんじゃないかな、あのシャリアピンステーキって皆さん聞いたことありますか。玉ねぎに漬け込んで作るですね、オニオンステーキのことなんですけども、これをジャックで作ると究極のステーキになります。玉ねぎのソースにこのジャックの香りが合うんですよ。なので今回はめちゃめちゃ美味しいステーキ、このジャックダニエルで作る至高のシャリアピンステーキ、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、説明していきたいと思います。材料説明になります。まずステーキなのでお肉です。でお肉もこれね、国産とかじゃない、海外産のロース肉です。で安いやつ、これね多分ね 100g ね200円切ってますね、これね。で今回 300g のものを用意しました。 200g のものとかもいろいろあると思うんで、 300g が基本なので、 200g だったら調味料を3分の2に減らすとかしてください。とにかくね、ロース肉、あのすっごい安いやつでいいです。なぜなら、ジャックダニエルがこのお肉をものすごく柔らかくするからです。高いお肉じゃない、むしろ海外産のものがいいです。玉ねぎですね、これ、まあ、半分で 150g ぐらいのもの、シャリアピンステーキですから玉ねぎ必須です。でニンニク、これおろして使いますんで、1かけ分。あとバター 15g ですね。はい、これもまあ 200g です。あ、すいません、ちょっとバターを落としたのでこぼしてしまったんですけども、このこぼした醤油はまた別の料理で使うんで、これね、お醤油ね、お醤油とみりんが小さじ5ずつですね。玉ねぎもちょっと染みちゃってるんですけど、味に影響ないんで大丈夫です。はい、一番重要なのはジャックダニエルですね。こいつを使うことによって肉がもう数段美味しくなります。安い肉でもめちゃめちゃ美味しくなるレシピなんで、これはやってみてください。あとは調味料、黒胡椒とうまみ調味料、はい、以上の調味料でございます。はい、じゃあ早速調理に移っていきたいと思います。まずね、最初に使うのがやっぱこのジャックダニエルですね。このジャックダニエル、非常にね、重要な調味料になってきます。これを用意してください。まずね、ちょっとでかくなった気がするんですけども、でかくなってます。はい、そしておもむろに、まあ、適当な容器をね、用意してください。はい、で容器に氷を満たします。はい、そしてここにおもむろに、ジャックを、まあ、大体ね、大さじ2ぐらいですかね。はい、大さじ2ぐらいでいいですね。大さじ2ぐらい入れて、よくね、かんまします。そしてこのまま素材の味を確かめていきます。あ、やっぱジャックはロックもうめえな。おい、ロックを直球で飲むというね、ロックグラスうちないんで、ジャックの持ち味がね、一番生きるね、ロックを飲みながらやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあ、このお醤油まみれの、玉ねぎをまず用意します。ちょっと拭きましょうか。あ、でもね、料理している時はね、こういうアクシデントはつきものなので、皆さん、こういうことがあっても動じない、気にしない、失敗したとか思わないね。こんなのはね、日常茶飯事です、ね、拭けば大丈夫。あとでもう醤油加えながら、こいつはみじん切りにしていきます。シャリアピンステーキっていうのはね、玉ねぎにつけるんですよ、お肉。玉ねぎにつけると玉ねぎの酵素で柔らかくなるっていうのが、まあ、通説なんですけども、実際はね、あんまり柔らかくならないです。はい、僕何回もやりますからこれ。実際は玉ねぎよりはウイスキーにつけた方が柔らかくなります。だからジャックダニエルですね。ただまあ玉ねぎの酵素っていうのも全然こう意味がないわけではなくて、意味はあるんですけども、肉を柔らかくするまでの酵素はないってことなんですね。まあ、今回ね、玉ねぎつけていくんですけど、なんでつけるかっていうと、玉ねぎの風味をお肉に移したいからです。はい、では味付けですね。で味付けのために玉ねぎを切ってお肉にですね、まぶしつけていきます。できるだけこの玉ねぎは細かい方がいいです。細かいとね、より、多くのね、香り成分が肉に移りますんで、こんな感じですね。はい、ちょっと今回ね、丁寧に。でシャリアピンだとね、すりおろす方もいらっしゃるんですけども、僕は細かいみじん切りの方が、好きです。ちょっとね、玉ねぎの食感もね、ステーキソースに生かされますんで、その方がね、僕は好きですね。こんな感じでいい感じに、ね、なりましたね。細かーく切っていきます。
ここからなんですけども、僕が結構丁寧にやったんで結構細かいんですけども、さらに細かくしていきます。結構ね、この細かめが大事です。そうするとね、一体感が生まれますんで、なので細かめにやってください。ここはちょっと面倒ですけどもね、これを切ったらもうほぼ勝ったと同然なので、もう優勝はすぐそこなんでね、これぐらい細かくなったらいいかな。あとお肉ね、お肉なんですけども、まあ一応ねちょっとね筋切りをしたいんで筋切っていきます。筋はねこの脂身と赤身の境目にあるんで、こんな感じでちょっと切っていきます。あんまり神経質にならなくてもいいです。あの結構ね柔らかくなるので、これできれば裏もこういうところがね筋です、はい、これ切っておくと伸び縮みがね、なくなりますんで、まあちょっと切ってあげた方がいいのかな。切んなくてもねそこそこ美味しいんですよね。こんな感じです。そしたらもうこれ戻してお塩振っていきます。まあ、片面に一つまみ、もう片面に一つまみぐらいですね。胡椒、胡椒もね結構入れちゃっていいです。僕はスパイシーなステーキの方が好きなんで、スパイシーにスパイディーで、ここにですね、ここでジャックダニエルです。はい、このバーボンのね香りがね肉に合うんですよ。これこれをねこうつけておきます。はい、お酒につけるっていうのはね、こう伝統的なやり方なんですけども、このねウイスキーつける、これ非常にね美味しいです。これ大さじ2と半分で、これまあよーくねこうなじませてください。こうやってね、はい、欧米ではねこのバーボンを使った料理っていうのは結構あったりもするんですけども、日本ではねなかなか馴染みがないんですけども、これねやった方がいいです。めっちゃ美味しくなります。バーボンの香りですっごい料理合うんですよ。そしてこのねシャリアピンステーキなので、この玉ねぎです。つけて肉の表面にねネギ塩牛タンみたいな、いやお前それちょっともうネギ塩牛タンというかネギじゃねぐらいまで乗せます。これ重要です。こんなネギ塩牛タンやだぐらいまで乗せますね。お肉にね香りがちょっとで、ここに下に落ちた玉ねぎあるじゃないですか。この下に落ちたね玉ねぎはねこう肉の下に置いてあげる。そうするとね上下からサンドイッチで、この状態でお肉をねジャックダニエル染みさせるのが、非常に重要になってくるんで、この時点で30分ぐらい常温で寝かしてください。常温ですよ。お肉はね常温で焼いた方が美味しいんで常温で寝かしていきます。はい、それではですね30分の漬け込みが終わりました。私先ほどのロックは30分かけてゆっくり楽しみました。そしてこのステーキでございます、30分漬け込みました。30分漬け込んだだけでねすっごく柔らかくなるんですよ。もうね玉ねぎとこのジャックのね香りの良さをねめちゃめちゃいい匂いします。そして最初に作っていくのはソースなんですね。なぜかというと最初にソースを作っておくことで後でね焦んなくていい。お肉ねこのねジャックに漬け込むとねすっごい柔らかくなっちゃうんで分かれちゃうんですよね。なので丁寧にここは玉ねぎをね拭っていただいていいですか。これはこんなにねこう繊維がねかなり分かれちゃうんですね。これ柔らかくなってる証拠なんですよ。丁寧に玉ねぎ剥がしてください。玉ねぎがお肉についてるとちょっとね焦げちゃったりするんで、まあ多少ついてても大丈夫ですよ。そしたらもうここも、ね、漬け込んだジャックと共に入れちゃう。こう拭った玉ねぎが全部フライパンに入れます。でここで最初にソースを作る、最初にソースを作っておくこといいところは肉が焼けた後にソースをすぐさまかけることができるんで肉があったかいまま食べられるっていうことですね。でバッターをバターと入れます。でバターでねこの玉ねぎをよく炒めていくんですね。これが大事です。でこの玉ねぎね、よーくこのジャックダニエルを吸った玉ねぎを炒めていきます。ジャックダニエルの風味はねものすごくバターとの相性もいいんですよ。嗅いでみてください。このジャックを吸った玉ねぎとこのバターの夢の共演を。ちょっとねやっぱ玉ねぎはね柔らかくなった方がいいんでちゃんとこう炒めていきます。だから玉ねぎがあんまりシャキシャキしてるとソースとなじまないので、やっぱねここで柔らかくしていくのが大事ですね。ちょっと色づくまで炒めましょう。今回は生の玉ねぎではなし得ない風味が出てきます。このステーキソースが本当に素敵なんです。ステーキだけにね、さすが天才、うん、いただきます、うん、で玉ねぎが透き通って全体的に柔らかくなったなっていう、あんだけあった玉ねぎがこんだけ凝縮されてる姿を見たらすかさず醤油のみりん、みりんです。あとお醤油バシャッとこうで、旨味調味料を大体に
1,2,3,4振りぐらいですね。そしておりん肉をね、まあ大体ね半かけぐらい、3分の2かけぐらいかな。でニンニク入れた後はちょっと火にかける、強火じゃなくていいです。これがねもうね、ジャックの香りもお醤油とかの香りもニンニクの香りも全部吸い込んだこの最高のやつです。最高のステーキソース、これですよ。で沸かしてニンニクの香りが落ち着いてたらもう OK です。黒胡椒、あ黒胡椒っす、チョモが結構気づいたので黒胡椒入れます。ちょっとソースに馴染ませた方がいいですね。ナイスフォロー。じゃあここでステーキソース完成しましたので、ちょっとフライパンはねソースの残りとかもありますんで、このままやっちゃうと焦げ付きの原因になりますんでちょっと洗いましょう。はい、じゃあですねこのフライパンちょっと洗いました。で そこに、サラダ油ですね、小さじ2杯ぐらい、火にかけていきます。強めの中火ですね、中火と強火の合差ぐらいでフライパンをまず温めます。待っててねお肉ちゃん、今からめちゃめちゃ美味しくしてあげるからね。でまずステーキを焼く時のコツなんですけども、油をね最初に熱しておくことが大事ですね。火は強火、一番強い火にしちゃうと結構焦げついたりするんで、玉ねぎとかでねコーティングされてるので、玉ねぎって結構焦げやすいんですよ。なので、中火から強めの中火ぐらいで大事、まず最初温めておくのが大事です。そしてここでお肉を入れていきますね。好みでもあるので、レアが好きな方もいらっしゃるし、ミディアムじゃないとダメって方もいるし、ウェルダンじゃないとダメって方もいるじゃないですか。そのあたりは好きにやってください。今回ね漬け込みがすごく際立ってますんで、そこまで焼きすぎなければ絶対に柔らかいです。お肉も常温になってますんで中まで火が通るのが早いので、これね僕はさっと焼くのが好きです。ロース肉の場合っていうのはここでね結構ねお肉と分かれてるんですよ。なので分けて盛り付けてもいいかもしれないですね。はい、はい、こんな感じです。ちょっとね玉ねぎが焦げやすいんでちょっと気をつけてください。ちょっとね中火ぐらいの方がいいかもしれないですね。でも多少の焦げは旨味になりますから、ここで僕の場合は分けちゃいます。こうやってで火はね落としちゃいました。でお肉ねここで切っちゃいます。はい、これでね2つのステーキ、ダブルステーキ、これをね重ねて盛った方が、これこうやって盛った方がね、かわいい。これでいいんですよ。はい、じゃあお皿に盛っていきます。じゃあちょっとね、ちょっとおシャンティーにベビーリーフを盛りましたんで、ここにステーキをこうちょっと盛り付けていきたいかな。ステーキはもう盛れましたね、こんな感じでね。ロースステーキの場合はね、結構大判になりますんで、できればね、こうやってね、分けて2段でね、やった方がね、こう美味しそうに見えます。そしてここでさっき取っておいたソースを入れます。でここで肉汁と合わせます。ちょっと火つけてもいいかもしれない。さっきの肉から出た旨味と全部合わせていきます。このフライパンに残ってる旨味を全部このソースに加えていきます。でちょっと温めれば大丈夫です。ふつふつさせなくていい。温めたら、ここにお肉にかけていきます。これがさ最高に美味しい香りするんだよね。僕の宝物です。でここで追い黒胡椒ですからのカンパセリです。これで完璧なんじゃないでしょうか。ジャックダニエルで最高に美味しく作るシャリアピンステーキ完成でございます。うまそうさ、このステーキ。早速いきたいと思います。いただきます。ステーキになると、さっきはね、ちょっとロックで飲んだんですけども、ハイボールが僕一番いいと思います。ジャックソーダ、いただきたいと思います。ジャックソーダ、ね。いや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 、買ったでしょ、皆さん。じゃあ、いただきます。ちょっと取り分けて、この取り分けですよ。うわ、これ、多分一番かな、俺。うますぎる。でね、柔らかすぎんだよね。なんでこんな柔らかいんだろう。これさ、絶対みんなやった方がいいと思う。僕、昔から安い肉をね、どんなに美味しく食べられるかっていうのをずっと研究してるんですけども、その中でも、ジャックにつけて焼くっていうのは、かなり上位ですね。めっちゃ柔らかいですもん。これはすごい。だからね、唐揚げの時にも思ったんだけど、ものすごい肉柔らかくなんだよね。
これはね、ジャックの香りがお肉とすごい合う。肉を柔らかくする作用と、このソースに生きるこの香りです。見て、ナイフさ、ちょっと入れるだけでさ、すぐ切れるんですよ、これ。こんだけ柔らかいの。これいきますか。すべてが噛み切れる。安い海外産のお肉ですよ。ソースがうますぎて、本当にステーキ屋さんの特製ステーキソースを食べるような感じ。やらざるを得ないと思います。やったなす。もう絶対に価値が確定してるんですよね。焼き具合完璧やん。そう、さっと焼いたからね。乾杯！ジャックパーティーへようこそ。じゃあこれ一口で。いい焼きですね。いただきます。はい、うん、やばすぎる。どうだ。やばいっしょ。これさ、あの 100g200 円かの安ステーキよ。値札見せたいぐらいよ。本当に。いやー、うま。肩ロースこんなうまくなんの。肩ロースってさ、普通に焼くとさ硬いじゃん。硬い。これでもめっちゃ柔らかい。正直お酒につけるってなって、ジャックダニエルちょっとつけてみようと思って、いろんな料理試したいなと思って、ステーキ肉につけた時一番びっくりしたの。こんな柔らくなるの。 だってさ、最初のさステーキってさ全部連なってたけど、まあまあまあ、つけた後さめっちゃバラバラになってるの分かるじゃん。分かる分かる。ほんと30分つけただけでめちゃくちゃ柔らかくなってるもんね。効率的に一番いいのがジャック。だってこれ振りかけるだけでいいんだもん。俺別に至高のシャリアピンステーキを作るつもりなかったんだけど、食べた瞬間これ至高だわと思って至高になった。意図せずにもなった。ソースにウイスキー入れるっていうところが香り高くなって一つの要因だからね。ステーキソースもものすごい香りがないでしょ。上品でしょ。ステーキ焼くとね、絶対にジャックに浸せっていう、もうこれことわざにしよう。ジャックにでいこう。格言、座右の銘にしよう。最高にうまい。もう天才。天才。超絶天才。ごさんす。しますします。ということで皆さん、今回のジャック・ダニエルのふんだんに使ったこの至高のシャリアピンステーキいかがでしたでしょうか。あのね、これは絶対やった方がいいです。安いお肉買ってきてください。安いお肉買ってきてジャックに浸してみてください。びっくりしますから。それぐらい楽になります。なのでぜひ試してみてください。このステーキソースが本当に素敵なんです。ステーキだけにね。さすが天才。いただきます。大喜利できます。大喜利なのかどうかは分からない、ね、大喜利なのかは分からない。誰も正しくないんだよ。俺も笑えばいいんだよ。全然酔ってないですから。いや結構酔ってる。